写真拡大。オープン戦、阪神日本ハム9日、甲子園球場。日本ハム斎藤佑樹投手がプロ入り、初めて甲子園で先発し、2回3奪三振パーフェクトで降板した。プロでの甲子園登板は15年6月16日の阪神戦で中継ぎ登板のみで、プロでは初めてまっさらなマウンドへ上がった。初球は上本に対し、135キロの直球。ファウルでストライクを先行させた。カウント2の2から131キロの外角直球で見逃し三振を奪った。2番近本は左ひ、3番福留も132キロの外角低め直球で見逃し三振に打ち取り、三者凡退で仕留めた。かつて野球ファンを熱狂させた聖地で、背番号1は躍動。直球の最速は137キロだったが、制球力が抜群で、2回も先頭マルテを内角球で詰まらせて、左ひに仕留めた。続くナバロも内角135キロ直球で一邪飛。鳥谷は低めに沈むスライダーで空振り三振に仕留めた。球数30球で交代となり、右腕はこれで実戦3試合7回無安打無失点。復活を目指す9年目、先発ローテ入りをアピールし続けている。マウンドからの景色もなかなか見られるものではないのでと、頷いた。